はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、顎のラインをシャープにする方法をお届けしたいと思います。はい、まあ、僕のようにですね、40代50代の方はですね、やっぱ顔のたるみであったりとか老け顔というのにね、すごい敏感に反応しちゃうと思うんですよ。で、僕自身もね、顔のたるみであったりとかこの顎のラインをねシャープにしようと思って、まあ、セルフケアもしてるんですけども、まあ、今回はね、そういったあの若返り対策ということで、あなたにねお届けしていきたいなと思います。はい、まあ、この動画はね、40代50代の方が健康であったり美容であったり、なりたい自分に、ね、なっていただけるための動画配信としておりますので、ぜひですね最後まで見てください。はい、まあ、早速やっていきたいと思うんですけども、やはりこの顔のたるみっていうのはね、この筋肉が、筋力が低下してきたりとか、そのことによってこのむくみとかリンパの流れが悪くなってここはたるんできたりとか、まあ、骨もねこう顔が膨らむっていうこともあるんですけども、今日はリンパを流しながら少しこの頬をね、頬じゃないわ、このエラをね中にこう入れ込むような、まあ、セルフケアをねお届けしたいと思うんですけども、まずはいつも使っている炭酸生態スプレー、これを使っていきたいと思います。まあ、これを使うことによってですね、まあセルフケアのウォーミングアップ、まあ、下準備という形でやってほしいと思うんですけども、顔にまず一周かけた後にこの下のこのラインですね、こういう感じでかけていただいたらいいかなと思う。結構僕ボトボトです。はい、ボトボトなんですけども、これもこうね垂れてきても全然シミシワにならないんで、あ、シミシワというか服のね、服にシミがつかないんで安心してください。で、まあ顔にペタペタとなじませるような感じにしていただいて、まあ化粧水、美容液ですね、まあそういうものを使っていただいても結構ですし、これを使っていただいても結構です。で、まあこの炭酸生態スプレーを使う理由はですね、血液の循環を上げることによって筋肉のね疲れているところに栄養素を送り届けやすいということです。あとはリンパの流れであったりとか、そういうのにもね、効果ありますので、ぜひね一回使ってみてもらえたらと思います。で、まずは、この下顎のこの顎先ですね、顎先から、このエラに向けてちょっとリンパを流すような感じ、親指をこんな感じにしてですね、こういう感じ、これですね、はい、こんな感じ、これ20回、まあ、これウェットな状態でやってくださいね。カサカサの状態でやるとこう肌が、ね、赤くなったりする可能性がありますから、濡らしてる状態でやってください。いきますよ、よーいスタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。はい、次こっちね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。で、これ慣れてきたらね、これ顎両手でね、顎からこういう形でやってもらっても全然大丈夫なんで、まずはね、最初の時は左右差を見比べていくためにちゃんとセルフケアができてるかなっていうのを含めて、片方ずつやってみてください。こういう感じで親指の腹を使ってこうなぞるような感じ、なぞるような感じだけで結構です。まずこれを20回ずつやってください。はい、まあ、その次にはですね、このまた再度親指でですね、次はこう押し込むような感じ、筋肉を次押すような感じ、1、2、3、1、2、3、4分割ぐらいですね、1、2、3、4、1、2、3、4、4分割するとこを10回押してください。こっちもね、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ですね。はい、これを10回やってくださいね。これ両手でやっても大丈夫です。はい、時間のない方とか急いでる方はですね、両手でやっていただいても結構です。3、4分割、1、2、3、4。でこれね、同じように指の腹を使ってやってください。指先でやると爪の跡とか残ったりするんで、そこは気をつけてくださいね。1、2、3、4ですね。はい、いいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、こんな感じですね。はい、これをですね、まずね、やってほしいと思うんですけども、まず一つ目が流す、
2つ目が押すですね、はい、これをしっかりやってください。でその次にこの抗筋という筋肉、このエラのところにあるね、抗筋という筋肉がですね、硬くなってくると、たるみやすくなったりとか、ほうれい線とか出る、原因にもなりますんで、この抗筋という筋肉を親指と人差し指でつまんで揺らす、上下左右ですね、左右に揺らす、こんな感じ、はい、これをですね20回いきますよ。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、この動かしてるのと数がちょっと合わなかったので20秒ということでやっていきましょうか。20秒、こっちもよーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。はい、その次は抗筋をね、人差し指と中指でこうね押さえて、下から上にこう回すような感じですね。下から上に、これも20秒、これ片っぽずつやっていきましょうか。はい、よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、こっちもいきますよ。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、 OK です。はい、でここでですね、顎のラインのリンパを流して筋肉を柔らかくして、さらに、後筋の筋肉を柔らかくしました。で最後にですね、ぐーっとこう手のね、ここを使って親指のこの付け根の延長を使って、エラのところにギュッと押して、ちょっと中に押すような感じ、はい、こんな感じでね、ギュッと押してください。これを10秒キープ。ではいきますね。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、でその次ね、もう少し顎の先の方に近づいて押してください。でこの時はね、こういう手の形でも結構ですし、こうでも結構です。こんな感じでいきますよ。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。よろしいでしょうか。最後のこのポーズはね、あんまり力入れなくて結構です。これも力ほとんど、言えばですね、もうなんていうんだろう、この力の感覚すごい、思っているよりも、2倍ぐらい筋肉ゆる、力を緩いと思ってください思っている2倍っておかしいですけども、なんかね、力の加減って結構難しいんですけど、そんなギューッと押すストレスではなくて、スーッとこう包み込むようなイメージで、こんな感じで結構包み込むようなイメージですね。はい、まあ、それぐらいの感覚でやってください。ちょっと感覚の話で申し訳ないんですけども、まあ、こういう形でやるだけでもですね、この顎のラインがですね、しっかり締まってくるというかですね、こうシャープになってくるので、ぜひねこれをやってみてください。はい、まあ、これでですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思っていいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。